シノダマリコの不倫疑惑について本気でその謝ったりとか逆にしたりっていうめちゃくちゃ頭が悪いのか、頭は悪くはないけど頭がおかしくなってる。シノダマリコの不倫疑惑について長めに語ってください。あの音声がめちゃくちゃ面白いんですよね。このなんかあのタイムっていう映画で吹き替えをやった時にあまりに演技が下手っていうのがちょっと面白かったんですけど、であの本気でその謝ったりとか逆ギレしたりっていう篠間麻里子さんだと思われる音声っていうのがあるんですけど、すごい迫真に迫ってるんですよね。なのであのめちゃくちゃ面白いんですけど、ただその人って不倫したよねという証拠がほぼほぼある状態で責められた時に最初謝るんだけど、あの一回逆ギレをするっていう、まあそのいくら謝ってもダメだっていうので逆ギレをして、でも逆ギレもダメだよねって言ってやっぱり謝るっていうのがあって、あ人間ってやっぱり逆ギレするんだっていうのが面白いのと、音声があそこまで出ているにもかかわらずそのインスタグラムであの不倫はしていませんみたいなのを出しちゃうんですよね。あれがあのめちゃくちゃ頭が悪いのか、頭は悪くはないけど頭がおかしくなってるのか、もしくはあの何か闇の組織に騙されてるのか、要はそのあれだけ音声が出たら不倫してませんって言っても、いやいやそうだったらじゃあなんであんな謝ってんのっていうのを、その謝ったあの音声っていうのがその整合性が取れないんですよ。だからあの音声は私ではありませんっていうのであの飛び抜けるっていうパターンもあるんですけど、さすがに難しいよね、だって元旦那さんでしょっていうのもあったりするので、不倫してないっていうのが筋としてはかなり難しいと思うんですけど、それを選んでしまうという時点でちょっと頭がおかしくなってるのか頭が悪いのか闇の組織に騙されてるのかどれかなのかなと思いました。